山形市、村山市の居合神社、林崎、居合神社拝殿、林崎仁助。源那三年は、戦国時代から江戸時代前期にかけての見学、武芸者、居合の始祖とされる。旧名、浅野民寺もある。名字は林崎、通称は仁助、本生は源の意名は重信。少年は、天文十七年とも。 林崎仁助が開いた流派は、上無装林崎流、林崎流、林崎無装流などと呼ばれるが、仁助自身が生前にこの流派名を名乗ったわけではない。この他に上無装林崎流から分かれた多くの流派の系譜では、初代となっており、江戸期以降、林崎仁助に、教授された弟子たちの豪を見聞きした武芸者や修行者が、独自に愛を創作する例もあるなど、 非常に強い影響力を及ぼしている。現代においても、古流の号を語る上では、林崎慎介が引き合いに出されるほど、未だその存在は計り知れない。少年は不明だが、参考文献では1544年とされる。では国立山林先で生まれた。父は、浅野和馬、幼名富島ある。1547年、父が坂一雲斎に恨まれ。 夜更けに、ご家の帰宅中を闇討ちされ、仇打ちのため立岡城の武芸師範、東根行武大夫について武術に精進した。林崎武装流、第十七代宗家、奥山進前によると、1559年、林の明神に百花日賛老し、旧敵、坂上主前を討ち、父親の無念を原さんと請願し、家電の立ち三尺二寸三分を腰に帯び、 抜刀を日夜連ました。漫画の暁、夢中に林の明人が次元し、抜刀の秘術万字抜けを授けられたとしている。その後1561年、弱い獣級にして、あだちを果たした。その後、諸国を、開国修行する傍ら幾多の弟子を育てていて、その途中で、加藤清正に招かれ、加藤家の家臣を指南したとも伝えられる。 林崎武双流の奥山進む前によると、林崎仁助は、塚原牧伝により、鹿島新東流最高秘伝天下第一の剣、牧伝和幸達を授かり、晩年は、山形に住み慶長年間に、故郷で没したとしている。伝書にも、牧伝流剣術の目録が存在している。また、倉間流剣術の伝書においても、林崎仁助が、第二代として系譜されている。 武術大白聖伝によると、林崎仁介、明橋、県、相模の三としており、文禄四年より、慶長三年まで、武州一宮の社地に居住し、五十四歳で諸州を、歴有、元那二年に、武州川越の老い、高松官兵衛のもとに滞在、翌元那三年、七十代にして諸国へ再度、開国修行に出て、その後の行方は知れないという。 林崎仁介の弟子には、田宮茂正、長野村臭、井、関口新、片山旧安などがいるとされている。仁介が信託を得た、林崎明神は、あだちの木と、新国の立刀を奉納されたと伝わる。現在では、林崎仁介も祀られて、林崎愛神社と呼ばれている。ありがとうございます。